はい。というわけで、先日ですね、AKB48 から発表がありました。いよいよ、AKB48 17期研究生11人がお披露目になりました。はい。というわけでね、早速どんな子たちが集まったのか、記事を見ながら見ていこうかなというふうに思います。はい。というわけで、こちら、オリコンさんの記事に来ております。AKB48 17期生11人お披露目。佐藤キアラの妹加入。仲の良さも活かしつつ頑張っていけたらということで、アイドルグループ AKB48 が4日東京秋葉原の AKB48 劇場で17期研究生11人をお披露目したということで、はい、こちらがね、11人のメンバーになっておりますけども、17期生は昨年12月15日から今年2月7日まで応募期間を設け、1次審査書類、2次審査オンライン、3次最終審査面談を終えて選出された。16期生は2016年12月にお披露目されており、今回およそ5年半ぶりの新メンバーオーディションとなった。会見には向井地美音、村山由衣、柏木由紀が駆けつけたということでございます。先輩としてのアドバイスを求められると、向井地が何より今の AKB を見て入りたいと言ってオーディションを受けてくれた子たちがいて、こんなに可愛い後輩たちが誕生したことが本当に嬉しい。可愛いし、しっかり喋られてるし、あんまり言うことはないんですけど、自分自身が AKB が大好きでやってきたので、AKB 愛を忘れずに活動してくれたら嬉しいなと。最初のことは記憶が薄くなってきちゃうので、今日のことはしっかり忘れないようにしてもらえたらと。優しくエール。村山は MC ですごく怒られたので、これから劇場公演に立つと思うので、発言には気をつけてくださいと、笑顔を見せると、柏木も私は16年目になるのですが、アイドルがすごく好きで入ってきました。意外と目標を決めすぎないというか、絶対ってなるとなかなかうまくいかないこともあって、私は楽しいことを楽しんでやっていれば、気づいたらここにいたので、あんまり気負わずに日々を楽しんでほしいと呼びかけた。佐藤愛理は、姉で15期生の佐藤キアラと同じグループ所属となるが、すごく嬉しいですし、姉も喜んでくれました。私はみんなと同じように自分の力で合格したかったので、オーディションではお姉ちゃんの名前は出しませんでした。これからは二人で仲の良さも活かしつつ頑張っていけたらと意気込み。佐藤キアラと同期の向井地は、私も最近知って驚きました。愛理ちゃんがまだ小学生くらいの時に事務所で会ったことがあって、いつも見ていますと言ってくれていたので、同じメンバーになるって奇跡みたいと語っていた。ということですね。はい。さあ、そして、こちらね、17期研究生のプロフィールと意気込みコメントも出ているので、一緒に見ていきましょう。はい、まずはこちらですね。太田由紀さん、2004年3月27日生まれの18歳ですね。AKB48 としてこの劇場に立つことができて本当に幸せです。私はダンスも歌も苦手ですが、皆さんに認めていただけるように頑張ります。ということでございます。さあ、続いて、小浜ここねさん、2007年2月12日生まれの15歳。アイドルになることができて、AKB48 に入ることができて、すごく嬉しいです。歌もダンスも頑張って、先輩方のように活躍できるようになりたいということですね。さあ、そして、この子が佐藤愛理さんですね。2004年6月24日生まれの17歳。AKB48 に入ろうと思ったきっかけが劇場公演だったので、この場に立たせてもらえることが嬉しい。厳しく練習していって、もっともっと上手くなれるように頑張ります。ということでございます。さあ、そして、橋本恵里子さんですね。2006年4月16日生まれ、16歳です。小学1年生から大好きだった AKB48 のメンバーに入ることができて嬉しい。17期生がたくさん愛してもらえるように頑張ります。ということでございます。長谷川ニーナさん、2001年8月8日生まれの20歳でございます。AKB48 はずっと憧れだった。一つ一つの活動を丁寧に、私自身も楽しみながら皆さんに笑顔を届けられるようにしたいということでございます。さあ、そして畠山のぞみさん、2008年の1月25日生まれ14歳ですね。幼稚園の頃から大好きだったアイドルです。AKB48 の愛に恥じないように頑張りますということでございます。さあ、そして平田由紀さん、2002年9月3日生まれの19歳ですね。ずっと憧れていた、大好きだった AKB48 に、自分が入ることができて本当に嬉しい。今までの先輩方が築き上げてきたものを壊さないように精一杯努力していきたいということでございます。布袋もかさん、2004年の12月1日生まれの17歳でございます。
AKB48 はずっと憧れだったアイドル、苦手なダンスをたくさん練習して、メンバーや先輩にも負けないように上手くなれるように頑張ります。何事にも全力で取り組みますということでございます。マサイ・マユーさんですね。2005年3月1日生まれ17歳ということで、素敵な歴史を持つグループ、素敵な場に立つことができてとても幸せです。ここから全力で駆け上がれるように一生懸命頑張りますということでございます。さあ、そして、続いて水島美優さんですね。マユーに美優がいるんですね。2003年11月12日生まれ18歳ということで、 AKB48 キラキラ輝く憧れの存在で、この場にいることが今でもすごく夢のようです。全てのことに全力で取り組んでいきますということでございます。さあ、そして最後が山崎空さん。2004年5月13日生まれの17歳でございます。私自身 AKB48 に人生を大きく変えてもらったので、 AKB48 がいなければアイドルを好きになることがなかったと思います。まだまだ未熟ですが、これから練習を積んでいき、 AKB48 はたくさんの方に必要とされる存在になりたいということでございます。はい、というわけで17期生11人がお披露目になったということでございます。まあ、今回ね、注目の、佐藤キアラさんの妹が入ったということでね、まさか、また、姉妹でね、AKB48 っていうのがね、武藤姉妹、そして佐藤姉妹ができるということでね、これはいずれ、武藤姉妹、佐藤姉妹の戦いが見れるんじゃないかなというふうに思っておりますけども。あとはね、マユーとミユーって子がいたりとかね、結構こう、なんかいろんなユニットも組めそうなというかね、そんなところもね、今後楽しみなんじゃないかなというふうに思いますし、なんといっても今回ね、全員見てて思ったのは、ビジュアルがみんな可愛いというかね、いい感じですよね。これからもね、AKB を引っ張っていく存在がね、17期生11人が、今後ね、どんどん前に出てきて、引っ張っていってくれるんじゃないかなというふうに思うとね、ちょっと楽しみでワクワクするなというふうに思います。なんといっても5年半ぶりの新メンバーということなのでね、久しぶりに、ニューフェイス、新しい風がね、AKB48 にも入ってくるということでね、今後が楽しみだなというふうに思います。もうね、いろいろと活躍の場ができてきて、ショールームなんかも配信したりとか、あとはもうね、メディアにもどんどん出てくるという形にもなってくるんでね、今後ね、どの子がどんなふうに、活躍していくのかっていうところもね、含めて、注目していきたいなというふうに思っております。はい。というわけで皆さんはどんな風に感じましたでしょうか？ぜひね、コメントでお聞かせいただければいいなというふうに思います。はい。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。